こんにちは、ドクターネックスです。本日2023年2月の21日復興ガチャですね。ケンパチの系譜ガチャ登場します。さあこちら、どんな人が引くべきか解説していきたいと思います。まあ頭からいきましょうか。小説スピットはフォーエバーウィズユーコラボ、まあもう小説コラボと略しましょうか。小説コラボのザラキケンパチ、ザラキのケンパチとか、どれもケンパチなんで、今回ザラキのケンパチ、こちらは死神キラーの非常に強いキャラとなっております。まあ、特に進化を発揮するのはグルバトサブなのかなといったところですね。体力最大値限定の強攻撃ダメージ 40% アップと、敵ガード無効、赤無効貫通、共闘クエスト時、赤攻撃 30% アップなどなどなどいろいろありますが、まあ、強攻撃1つアッププラス2で、体力最大値強攻撃ダメージ 40% アップがいいですね。ボーナスアビリティに、体力最大全ダメアップをつけの、さらにこのキャラ弱体持ちなんで、弱体全ダメアップとつけるとグルバトサブとして、より活躍できるかなと思います。使い方としてアートと同じような、強1、強2、強3使えますね。めっちゃ強いです。おすすめのケンパチでございます。で、アザシロケンパチ、こちらはですね、まあ、正直あんまり使われることがないんですけれども、まあ、ホローキラー、アランカルキラーのダブルキラー持ちで、で、特徴としては必殺技ヒット数アップに状態異常不要時一定時間レア率 80% アップと非常に高い攻撃力を誇ります。必殺技で、まあ、ノエルと被るんですよね、ホローキラーとかがね。で、例えば、アランカルキラーで、なかなかグルバットメインとなるキャラがいないっていう人には、このキャラ非常にいいんじゃないかなと。ただ、他のそのグルバットのメインとして使えるキャラクターたちは、いずれもですね、弱体持ちのキャラクターなんですね。必殺技ヒット数アップがあって、状態異常時、レア率 80% アップがあって、で、弱体持ちである。何が重要かっていうと、弱体持ちだとサブキャラクターの攻撃力が上がって、攻撃力、ダメージが上がるというところですね。このキャラは残念ながら侵食、やけどと侵食なんで、ちょっとサブの火力アップが望めないなというところですね。まあ、ただ強いは強いです。もっと期待キャラではある。小説コラボはもう小、ガチャチケットとかで出ないんで、もう引くしかないです。このコラボ中に引くしかない。そして、クリア式ケンパチ。現状一番欲しいと思われるかもしれないけどですね。理由としては、バトルで、駒村さん対策になるキャラですね。駒村さん対策ヒット。同レベルであれば、クルヤ式ケンパチが負ける要素はないんじゃないかなと。同じ育成レベルで、同じ必殺技レベルであれば。体調キラーでキラーが刺さって、なおかつ技属性で、駒村に有利属性を持っていられると。完全にバトル特化ですね。通常攻撃ヒットスタッププラス2で、バトル時無敵貫通、敵バリア貫通。で、致死ダメージ生存無効。技の、死神通常攻撃 20% アップ。体力半減時通常攻撃 30% アップ。体力半減時火ダメ 50% ターン。非常に強いバトルキャラです。レベル1でも運用可能なんじゃないかなと。僕は、運用してないですが、レベル1からでも対駒村対策としていけるんじゃないかなと思います。というわけで、この3キャラいずれも、グルバトサブおよび共闘でめちゃくちゃ強いケンパ、ザラキのケンパチ、グルバトメインで、高い火力を誇るアザシロケンパチ、バトルで対駒村さん対策として筆頭となるクルヤ式ケンパチ、さらにですね、こっからさらに、この小説コラボのオリジナル形態のザラキケンパチ、こちらもですね、バトルとして未だに使える。体調キラーで、火ダメダウン。
で、麻痺無効、弱体無効というのは非常にいいですね、パッシブスキルとして。で、通常攻撃1ストッププラス2で、致死、致死ダメージ生存 100% あるけど、あんまもうこれは、大体のキャラが、この一番下、致死ダメージ生存無効を持ってるんで、あんまり致死生存は有効活用されないですね。まあでも反撃と無敵貫通があってよくて、スタート時バリアプラス10も良いですね。元は、オリジナルキャラの山地対策として、出てきたキャラクターですけれども、このキャラ、ユーハバッハ対策にもなるキャラですね。麻痺無効っていうのが非常にいいですね。しっかり必殺技レベル上がってれば、全然まだまだバトルで、ユーハバッハをひっくり返せるようなポテンシャルを誇っております。そして、宇野花さん、宇野花さんはホローキラーのグルバドサブとしても非常に優秀な、現状宇野花さんとの強攻撃型として最強と言ってもいいんじゃないかっていうレベルに強いキャラ、クールタイム短縮にさらにパッシブスキルで体力最大時クールタイム 6% 短縮があって、敵ガード無効、赤無効貫通、通常強攻撃必殺は20、20、40、強攻撃1つアッププラス2というところで、20アップだけでも強攻撃1つアッププラス2なんで相当な強攻撃の火力が出ます。で、体力最大全ダメ 20% アップもあると。この宇野花さんは強いですよ。僕もグルバ、ホローキラーのグルバとサブにレベル1でも今運用していますっていうくらい強い。小説バラガンは旋回モンクエストで適性があるところがありますね。正当進化っていう感じでかっこいいっす。まあ、ちょっと、あ、でも古いけれども通常強攻撃必殺技20、20、40ありますね。強攻撃の範囲アップがないけれども、うん、結構楽しいキャラです。小説スターク、こちらがですね、まあ、オリジナル形態のスタークが、残念ながら、インフレ前のキャラクターなんで強攻撃のダメージアップがないですね。通常必殺20、40、強攻撃の、ダメージアップがない。強攻撃範囲アップ 20%、 強攻撃1つアッププラス1。ただですね、このスタークめちゃくちゃかっこいいし、銃をバンバン撃つすごい楽しいタイプのスタークですね。今後転生が来たらかなり熱いんじゃないかなと思うんだけれども、どうでしょうか。ザイル、もうかなり古いキャラとなっておりまして、こちらも強攻撃ダメージアップはなくて20、通常20必殺40。まああまり使われることはないかなと思っておくと、まあ趣味としていいかなぐらいなところですかね。アロニロ、死神キラーでクールタイム短縮、こちらも強攻撃ダメージアップはなくて通常必殺技が 20%40% アップ。前回もね、土適性なところがあったんですけども、ちょっと難しかったですね。これ使うぐらいやったら5周年白夜使った方が楽みたいなところがありましたね。結構癖があるかな、特に強2がね。はい、なとこでしょうか。正直、まあ、後半のキャラはあれだけれども、ケンパチ3種と、オリジナル形態のケンパチ、オリジナル形態の宇野花さん、ここら辺までは、未だ現役、バリバリいけるっていうキャラクターたちですね。めっちゃいいです。で、まあ、特に、ザラキのケンパチ好きとか、音が止まった、宇野花さん好きとかは、ぜひともね、ここはね、回していいガチャだと思います。最近その、限定ガチャが全然来てないんで、ここの限定はね、引いていいと思いますよ。ちょっと音を戻しますね。なので、中旬ガチャもスルーしていいよと言ってましたが、持ってないんであれば、このケンパチガチャ、ぜひ引いてください。特にバトルキャラ2体いるのもいいよね。クリア式ケンパチとオリジナル形態のケンパチがいるのが非常に優秀だと思います。必殺技レベルを上げたい人は、もうここで引くしかないです。ピックアップで 1% で来ることはないです。この 0.5% で引くしかないんで、もし、これらのキャラの必殺技レベル上げたいっていう場合は、このガチャ、追っていいと思います。まあ、月末がね、どんなガチャ来るかわかりませんが、
ああ、28日前だから月末ギリギリ待てますね。ギリギリってほどでもねえか。25日ぐらいにはあのガチャの発表があるんで、それ見てから引いてもいいかもしれません。まあ、ただ、まあ、バトル要員困ってる人は引いていいと思います。サブアカで引こうかな、これ。まあいいや。はい、おすすめガチャなんで、持ってない方はぜひこの機会に引いてみましょう。今回はここまでです。以上、ドクターネクでした。お疲れ様でした。